吉田さん、この展開という言葉なんですけども、この概念すら、まあ,ある人とない人とか分かれるんだろうなと思います。まあ分かれると言ってもね、圧倒的多数と圧倒的少数というものを並べていいのなら二つに分かれるという表現なんですけども、展開ですよね。一つの文字からどのぐらいのドラマが 連想できるのかそして連想したドラマからさらに向こうのドラマに持っていけるのかこれを会話の中では脱線というんですけども会話の中でねどう脱線してもどこまでも線路は続くっていうふうにできるのがこのトーク力であり、まあ、展開力なんだろうなと思いますよね、まあ、ですんで検索して答えにすぐにたどり着いちゃうとそれはねあの検索してるだけなんですよね自分の脳が機能しててるわけではなく 誰かが知恵を絞って考えてくれた結果にたどり着いてるだけなんですよ。これをだから、うん、レースに例えると、もしくはね、山登りに例えると、まあ、山のふもとから頂上まで行くというのが山登りですけども、はい、えー、どこでもドアで行きましたとかね、ヘリコプターでパッと行きましたとかね、瞬間移動しましたそれからちら頂上に行くのと、それからね、山道をこっちでもない、あっちでもない、そっちでもないって。 コンパスと地図と GPS などいろいろ駆使して途中で休憩しながらいろんな障害に巻き込まれながらで頂上に向かうとどっちが山登りの本を書くのに適しているかどっちのドラマが人を感動させるかどっちがその中に物語があったか紆余曲折があったかこれ明らかですよね検索して答えにたどり着いた人は答えは引き出せたんだけどもプロセスっていうね よく人が結果ではなくってプロセスが大事だよ家庭が大事だよって言うんですけどもその過程がないんですよねもちろん結果だけ欲しいって方には今の時代とってもいい世の中かもしれませんけどもでも結果を求めてその求めた結果が正しいか正しくないのか今の状況に合ってるのか合ってないのかこれを判断する力はないのでよく騙されるんですよね、はい、有名人が使ってる商品ですなんんととかかんとかの ドクターが推奨してますこういうふうな権威づけに弱いのもそのプロセスをすっかりと考えていなかったりスパーンと抜けているからじゃあなんでねそんなに偉いドクターが紹介しなければ私みたいなものに対しても売れないのかっていうふうに考えていくとかねじゃあそのドクターが推奨してるけども逆にこの商品を反対してるドクターは どのぐらいっていう風うなねこととか一つの事象からいろんなものを展開して展開して展開してそれこそ今回の億万長者合宿のやり取りではないですけどもたった一文字からどのぐらいドラマが広がっていけるかたった一文字のテーマを受けてそこからじゃあ関連するキーワードもしくは全く関連しないキーワードそういったものにどうつなげていくかというね 脱線して脱線して脱線したんだけども全部線路が続けられるような、まあ、そんな展開力っていうのがおそらく多くの方にはないんじゃないかなと思いますだからこのテーマについて話してくださいっていきなり振られて困る人と困らない人っていうのが分かれるのかなとなんかねお笑いの話が出てましたけどもお題漫才っていうのがあるんですよねこのお題漫才っていうのは ステージにお笑い芸人の新人さんとかがポーンと立ってもしくはあの芸人のもうベテランがポーンと立ってですねじゃあお題発表しますって感じでお題が一文字なのかそれとも言葉なのか英語なのか流行り文句なのか昔の言葉なのか人物を指してるのか出来事を指してるのかわからないけども言葉がさっと出てそれに対してじゃあお笑いを3分間喋ってくださいみたいなそんなコンテストがあったりしたんですよね。 これはだから、それまでの展開力が試されるんですよね。で、お笑い芸人っていうのは、結局、台本をしっかりと作って、それを読み込んで、練習して、その末にグランプリとか取るわけなんですけども、それとは真逆でですね、今までのトレーニングの成果、それから引き出しがどのぐらいたくさん作れたか、そういったものに対して、お題漫才っていうので、えー、試されるわけですよね。確かに非常に難しいんですけども、その中からもちゃんと笑いが取れるから、つまりは、 お笑いのステージが何月何日にありますよっていうのが用意されてるからそこに向かっていくんじゃなくておちょっとこれから出れるみたいな感じでステージが急に与えられても全てのステージでお客様の心をつかむというのはね365日お笑い芸人だよっていうことがちゃんとできてますかっていうような問いかけなんですよねでこの前ね格闘技の朝倉未来さんの「ブレイキングダウン」っていう,うそんなね、あのー、番組が YouTube であったんですよいきなり話題が変わりますよね いきなりり話題が変わりました今お笑いから格闘技になったわけですよ今からこれをつなぎますよこのね「ブレイキングダウン」という格闘技の番組で最後にねあの試合が終わった後にいろんなインタビューがあった中で私非常にねあこれだなと思った言葉があったんですよそれはですね今度の試合に向けてどんな準備されますかっていう風な趣旨をインタビューアーの方が聞いた時に試合を終えたばかりの選手の方が「そうですね」 試合に向かって練習するんじゃなくって、いつステージが与えられても、いつ戦いって言われても大丈夫なように、毎日今日が試合の日だと思いながらトレーニングに打ち込みたいと思います。前回はこのブレイクダウンの試合に向かって練習していったんで、まだまだ甘いなと思いました。っていうふうにね。そんな感じで答えられたんですよ。まさに先ほどのお笑い芸人のお題漫才と同じような感覚に、ここはなんか、符合するんじゃないかなと思いましてね。 そうだよな。確かになと。と私たちもビジネスマンなら、いつ商売が始まったとしても、売り逃しのないように、そういうふうに準備しておかなきゃいけないなと。そうなるとちょっとね、億万長者合宿のあの合宿がやっぱり思い出されるんですよ。あの時は私が予告をしていたんですよね。商品を用意しておいてくださいよと。私のアカウントで、まあ皆さんを紹介しますよと。商品売れますよ。 チャンスが広が広りますよそこまで言って試合の場を設定したようにもかかわらず誰も商品を用意してこなかった単なる対談で終わってしまったというね非常にもったいないそんな時間があったと思いますけどもよく思い出しましたよねあれはねはいということでつながりましたねお大漫才格闘技は今日試合があると思って日々練習すること億万長者合宿のあのエピソード全部つながりますねこれでね だから脱線したそれぞれ全く関係がないビジネス、格闘技、お笑いこの3つを繋げる力これも展開力に鍛えられた結果かなと思いますよねまだまだ例えばこんな話がありますっていうのを繋げようと思えば繋げられるんですけども今日はこのぐらいにしときましょうかそれでは展開の今日は天の字でお届けしました次は開くという展開の回の字とか来そうですけどもどうですかねあえてそこを外すかどうかわかりませんけども次の動画お楽しみに